礼儀作法の持つ意味そしてその力その型の持つ意味そしてその力そこにどのような意味があってそしてそれがどれだけ素晴らしいことかということを私たちが教えられずに育った子どもも大人も含めて。 ペンネーム洋平さん20代の男性から頂い,いたお悩みです、えー、大愚玄生さんこんにちは私は日本の礼儀礼節作法はあまりにも過度だと思います私は個々の意見を大切にしますなのに日本は個性なんてどうでもいいのです異常です究極を言うと日本人自体がブラックなんだと思いますあまりにも礼儀礼節作法を 強制しすぎると、働働ききたたいのにくくなくなります私はお客さんを神様対応はしませんですが礼儀礼節作法の過度な対応では日本は疲弊してて壊れていきますでもそのような意見を言うと「じゃあ日本を出ていけ」と言われますが私は違います。今までのやり方を後世の子供たちには残したくないのです。 悪い大人たちの価値観で子供を支配してほしくないのです多様な人の意見を聞いてすぐに実行に移す今の日本にはそれがないですなんでこうなってしまったのか疑問です日本は矛盾だらけです今こそ変わるチャンスだと思います大愚玄将さんの意見を聞きたいです礼儀作法という言葉は 非常に堅苦しくそして何かこう人を縛りつけるような印象を持つそのようなことがかつて私もありましたまあ私はお寺で育ったわけですけれども堅苦しい伝統やしきたりそして厳しい師匠そういったものに反発をしてお寺を飛び出した時期がありました。そししててて飛び出していって もう日本を離れてて海外まで出て行っていろいろな国を巡って遠く離れたところから自分が育った日本その文化背景人々の習性そういったものを外から振り返る時期がありました今改めてまたこの礼儀作法ということが一般の社会よりもむしろ重視されるお寺に戻ってきて改めて 礼儀、作法、そのことの大切さとそのことの意味とそしてそのことの素晴らしさを実感しているところですさて陽平さんの問題は陽平さんだけの問題ではありません。礼儀作法が私たちを縛りつけているそして礼儀作法なんてなければいいのに。 このよううに思う人たちというのは結構多くいらっしゃるんです。でじゃあ問題は何かというとそれは礼儀作法が人々を苦しめているんではなくてむしろ礼儀作法をその意義と形その形に込められたその形が象徴しているその作法が象徴している意味をきちんと 教えられないままなんとなく慣習としてそれを行っているからそこが問題なんです例えば宗教ということに関してもう鼻から怪しいという宗教は私は嫌いです何も私は宗教を持っていませんということが自分を怪しいものではないと見せるための一つの 表現方法ににななっってているよようなところが人によっては、今、あります私は宗教を信じていませんそれはまあ戦後の日本の中での教育とか政府が取ってきた政教分離ということの政策に大きく影響を受けてしまっているんですが私が昔イギリスで勉強した時に「あなたの信じている宗教は何ですか?」ということの質問がクラスの中であったんです。 その時に当時早稲田大学か何かの大学の先生が留学をして来られてたんですねその学校に来られてたんですけれども同じクラスにその先生いらっしゃったんですよ。でみんないろいろキリスト教であったりとかイスラム教であったりとか仏教であったりという話をしてたんですけどその先生は「私は無宗教です何も信じてません」と言いました。そそしたら、のののの同じクラスの別の外国人の生徒が それを揶揄するようにですねあなたの信じているものはお金ですかって言ってクラスの人が笑ったっていうエピソードがあります海外に出ていくと自分が信仰心を何かに対して持っていないということの方がちょっと異質に見られる日本の中だと何か自分は何かの宗教を信じてますっていうとなんとなくこの人大丈夫っていうふうにして見られてしまうこれはどっちが いいんでしょうかって実は自分の何も信じるものがない何も自分の生きていく指針がなくふら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 あっちへ迷ったりこっちへ揺れたりそして何かを判断する価値判断はそれが高いか安いかそうやって生きている人よりも私はこういう 信念に基づいてこういうことをやってますってことをはっきり言える人の方が実は人生が生きやすかったり生きる姿勢がはっきりしているということも実はあったりしますさて礼儀作法なんですが妖精さんは何で怒ってるのかは私はわからないんですけれどまあご質問ご相談の中に私はお客さんを神対応はしませんとかそういうちょっとこうパチッとした言葉があるのでひょっとしたら えー、非常に失礼な態度のお客さんに対して陽平さんがそれをお客さんは神様として扱わなければいけないのでお客さんの過度な要求とかねそのお店の人に対する姿勢態度言葉遣いみたいなものをそれに対して我慢をして「はい」と言ってなきゃいけないとか「はいお客様」って言ってなきゃいけないそういうことが過剰でおかしいだろうと言ってるのかもしれません。けけれどども洋平さんん考えていいたただきたいんですけど これは礼儀作法に問題があるわけじゃなくてむしろ礼儀作法がないことに問題があるわけですよねお客様は神様ですと言ってお客様に対してねサービスや物を販売している側が頭を下げたり丁寧な言葉を使ってお客さんが黄平な態度でいるこれは礼儀作法でも何でもありませんそれは何かと言ったらお金をもらうために 卑屈に頭を下げているだけのことですそれを礼儀作法とは呼びませんお客様は神様ですこれはどういうことかといったらお客様が神様じゃないお客様の払ってくださるお金が神様なわけですねだからお金を持っている人に対しては頭を下げるお金を持ってない人にはそうでないお客の方もお客の方でお客、金を持っている自分は 神様扱いをされるものだと思ってたらそれは礼儀作法とは全く関係がありませんただ単にお金ということを振りかざして人に自分の優位性とかね優越感を持って自己満足をしているだけの話これを礼儀作法とは言わない間違った定義です礼儀作法というのは社会の中で人間と人間が関わり合いを持っていく中でですね、お互い人間として 最低限の気持ちよくお互いが過ごせるためのマナーであったり話し方であったり振る舞い方これは周りの人と気持ちよく協調して生きていくためのとても大事な潤滑油を果たすものであり自分の人様に対する敬意気持ちを形にして表すものなんです。その形の形 裏に込められている意味そしてきちんとした形これは世界を通通じて共通に尊重されるものです私はこの礼儀作法ということを私が礼儀正しいかと言われたらちょっとこれは疑問なんですけど少なくとも無意識のうちに身についたこの礼儀作法ということが、まあ、お寺で育ったがゆえに一般の人より それれれを厳しくししくつけられているのかもしれませんなのでそれが無意識のうちに出るそしてそれが知らず知らずのうちに日本にとどまらず海外に出ても人の信頼を同じ人間なのにねあなたはちゃんと礼儀がしてますねっていうことが国を超えてね文化を超えて通じそして逆に向こうがとても丁寧に 私にに接してくくださるとということが非常に多くあります礼儀作法をちゃんとね知って知らないうちにその作法を自分がとっていることによってその型にその形に救われるその形に助けられるその形に知らないうちに相手との信頼関係というものが強まっていくという素晴らしい体験をこれ私は何度もしてきました。 だから、むしろ礼儀作法の意義意味というものを是非ね若い人たちにいや若い人に限らないですねそれをちゃんと伝えたいなと最近は私は思っています。あるお茶の先生たちの団体に講演で呼ばれたことがあって昔それでお話しさせてもらったことがあるんですけどお茶の世界とかね華道とか茶道という世界はやはり礼儀作法みたいなものが。 厳しく言われる世界ですよでそのお茶の先生たちの勉強会に行っていろいろと私もお話しさせていただいて中でねまあ私も勉強になることもたくさんあったんですがびっくりしたのは先生方にその礼儀作法の型というものをその流派ではどういう型を取られるんですかっていうのをお聞きするんですけどもそれがなぜそういう意味がそこに込められているのかっていうところまで理解している先生たちが 非常にに少なかったたととといいうことに驚いたこ驚があります。で、案外とそういうもので、えー、型にはその形に意味があるわけなんですけれども、まあ、一般の人はそこまで知らないにしてもそれを指導している生徒に指導している先生たちがその型を実は知らないということがあってこれはやはりねあの理屈じゃなくて形で覚えろという世界であっても人に指導していく立場の人は そその型の意味をいいていくってくれはととも大事なことなこんですでもそういったお茶の先生たちの集まりであっても礼儀作法の裏に込められている意味ということをよく理解なされないままその形をとっている。でこれは本当に、えー、ましてやね一般の方々に礼儀作法がちゃんと 学校でも家でも教えてもらうあんまり教わらないですよね。でそういったことに全部人に対する思いやり、ね、それから人と人がうまく関係していくで結果としてそれが自分を助けてくれるそして人間関係を円滑し家族関係を崩れそうになった家族関係をもう一度修復しそしてお客さんとの関係をまた信頼の強いものにし 社会との関係というものをより良くしていくそれが礼儀作法ですヨヘイさん礼儀作法というものが日本人にとって悪しき習慣であるというのは明らかに間違っていますヨヘイさん海外に出たことありますか私アメリカでレンタカーを昔借りた時にレンタカーの カウンターに、にまあ、借りに行くわけけですけど従業員の方がねこのスタッフさんがテーブルの上にこうやって足を上げてそして私の方を一回も見ずに一言も喋らずに手続きをしてパスポートを投げて返したってことがありました日本だったら絶対になないことなんです同じアメリカに行った時に別の時にね まあ、クレジットカードを私も持つようになって例えばゴールドカードとかねプラチナカードとかあるじゃないですかそういうカードを出すと全然対応違うんですお金を持ってる人にはちゃんと顔を見てお話をするお金を持っていないと見ると机の上に足を上げてお客さんの顔をまともに見ることなくスタッフ同士話をしながら 事務手続きをして返す日本ででははそこまでひどいっていうこまいいいとうなななかなかないですね何でも言うように日本で今起きている問題は礼儀作法が押し付けられてやっているあるいは礼儀作法が人々を苦しめているというんではなくて逆なんです。礼儀作法の持つ意味そしてその力その型の持つ意味そしてその力。 そこにどのような意味があってそしてそれがどれだけ素晴らしいことかということを私たちが教えられずに育った子供も大人も含めてお客様は神様ですこれを誰が最初に言ったか分かりませんがそれの意味がどういう意味で言ったか分かりませんがお客様はビジネスのヒントをたくさんくれますいいことも悪いことも含めて 自社に何が足りないいのかととうことをお客さんん教えてくれるんですだからお客様を嫌いな客好きな客と分けずにビジネスが伸びていくために自分たちに何が足りないのかということを教えてくれるためにお客様は訪れてくるんだよそれがお客様は神様であるという意味と私はとっていますけれどもこれを勘違いして「俺は客だ」と「俺は金持ってきた」「お前ら金欲しいだろ」 だったら俺の前にひざまずけというお客さんは礼儀作法人と人との関係が赤ちゃんレベルですねこの人たちはもう一度きちんと礼儀作法をむしろ勉強してほしい礼儀作法が悪いわけではないんです礼儀作法には力がありますそこには意味があります素晴らしい意味がありますさて処方箋です礼儀作法には 先ほど言ったように一つ一つきちんと意味があるんですその肩に力があるんですどんなに口下手な人でもどんなに不器用な人でも黙ってこうして手を合わせて拝むこれも一つの礼儀作法の型ですね例え話をしましょう、はい、私たちがこうして手を合わせて頭を下げるという一つのお作法があるこれは右の手が 仏様なんです左の手が自分なんです普段私たちは「俺だお前だ」と言って自分だ他人だ自分のことを「が」と言います他人のことを「他と言います「自だが」だ「ただ」「が」だ「ただ」ってやって人間関係がガタガタになるんですねこれを仏様と自分が別々のものでなくて一緒のもの誰かと話をする時には「あなた」と「 私は敵ではなくて一緒にあなたの気持ち私の気持ちできるだけ寄り添わせて一緒に仲良くやっていきたいですよこれが合唱をして頭を下げるということの意味なんですけれども夫婦であれば夫と妻親子であればお父さんとお母さん師弟関係であれば先生と生徒会社で言えば上司と部下 お客さんで言えもお店の人もこうして手を合わせて頭を下げる例えば合唱にはそのような意味があります私もお寺にいて観光客の方とか、ね、いろんな外国人の方とか日本人の方もいろいろいらっしゃってそういう人の前でお寺を案内しながらそのことの意味をお話しすることがあるんですけど特に海外の方。 そんんな意味があったんですかって言ってものすすごい驚かれますそしてそのような意味と作法を持っているということは素晴らしいことですねということを皆さん口々におっしゃいますそしてお寺を出る頃には自分も合唱してこうして挨拶をしてくれるようになるんですけれども実際良平さんに対しての処方箋は何かといったらね礼儀作法が悪いいんじゃないむしろ礼儀作法のその意味と型その形に型に 込められている意味を知らないがゆえにそして礼儀作法をきちんと教えられてないがゆえに礼儀作法をきちんと守れない人たちが中途半端な理解で礼儀作法を他人に押し付けたりその未熟な礼儀作法の理解を持って何か間違った解釈をしたり間違った形をとっているこのことに問題があるんです。ぜひそそのののここととをを知ってですね、えー、礼儀作法そのことの意味を もう一度洋平さん勉強してみてください。で、えー、もう一つね洋平さんに対してまだ20代ですから私ぜひねあの提案したいというかやっていただきたいことがあるんです。それは洋、まあ、平さんもひょっとしたら海外って行ったことあるかもしれませんけれども機会があればねまあアメリカだけじゃなくて中国に行ったりそれからに行ったり。 ヨーロッパに行ったり、若いうちにいろいろと外を見てきて見てください改めて日本に帰ってきた時にね何かを感じるはずなんですそしてその何かを感じるということの中にあ日本人って礼儀正しい人たちが多いなということにおそらく気づくと思います。 いろいろな国に行ったらいろいろな国の文化がありますねいろいろな国の礼儀があり作法がありますどこの国もちゃんと礼儀作法というのはあるもんなんですね形は違えとその意味の解釈は違えとでもやっぱりそれがね総じてその日本という国に帰ってくるともちろん礼儀作法がきちんと取れない人っていうのはいますけどそうは言っても皆さんやっぱりね 礼儀作法が一般的なお店に行ってもある程度ちゃんとしてるなだから自分もちゃんとしたいなそういう思いにさせてくれる国だなということを私は感じています礼儀作法はそれはを行っているその礼儀作法というものをきちんと行っていくことによって自分も気持ちがいいそして相手も気持ちがいいそして それを見ていいいる人たちちも気持ちがいいこれが本当の礼儀作法です。お客さんが入ってきて店員さんに横柄な態度で何かものを言うそれを「はっはっ」と言って黙って聞いているというこの関係が礼儀作法ではないんです。お客が礼儀を知らなさすぎる。それはお金で 他人のほっぺたたをはいいているととうことですお店側もそういうお客さんはうちのお客さんではありませんというぐらいの気概とそれとスタンスを持ってねお客さんにサービスや商品を提供していくそれぐらいのつもりで商品やサービスを提供してほしいものです。本当に礼儀作法がちゃんとしているのであればね人間と人間がそれを 円円滑滑に、に関係を円滑にしていくものであり、そうなっていくはずなんです少なくとも私はその礼儀作法ということによってこれまでね礼儀や作法ということをちゃんと守ろうとすることによってですねそれが言葉を超えて人々に伝わりそのことによって良き関係が築けたりそのことによって非常に助けられたり。 そのような素晴らしい体験をたくさんしてきましたですから洋平さんは日本は矛盾だらけです今こそ変わるチャンスだと思います確かに変わらなければいけないこともたくさんあるけれども変わるんではなくてその意味をもう一度問い立たすことによって大切な見えことが見えてくるということがあったりもするんです私も 本当に世界、もう30カ国以上行きました改めて日本に帰ってきていや礼儀作法を捨ててはいかんでしょうというのが私の結論ですどうか洋平さん生半可な勉強ではなくて一度きちんとね礼儀作法に疑問を持ったんであれば自分でもちょっと勉強をし直してみてくださいきっと礼儀作法の本当のその裏にある意味を その形に込められている意味を知ったらと、すごく勘違いをしてたなというふうにして思われるはずですまあ私も今後いろいろな機会を通じてぜひその礼儀作法ということの本当の意味を皆さんにお伝えする機会が作れればなと思っていますぜひ礼儀作法を嫌いにならないでくださいそれを忘れたときに日本人は日本人としてのアイデンティティを大きく失うことになるし 大きな損失にそれが繋がっていくと弱兵さん礼儀作法一緒にね、今後も勉強していければと思います